面白、ゴキブリ対策に宝山団子買ってきたんだけどこれ結構苦いな。1、名前、ビップがお送りします。投稿日、こんなんゴキブリ食うのか。2、名前、ビップがお送りします。投稿日、食ってんじゃん。5、名前、ビップがお送りします。投稿日、くっそ、わらわら。18、名前、ビップがお送りします。投稿日、不覚にもわろた。6、名前、ビップがお送りします。投稿日、バカそれは加熱して食べないと甘くないぞ。10、名前、ビップがお送りします。投稿日、しばらくして水分を求めて走り回る1へのレスの姿が。31、名前、ビップがお送りします。投稿日、1へのレス市販の大量生産のはまずくて食えたもんじゃねえよ。やっぱ手作りだろ。14、名前、ビップがお送りします。投稿日、お前もゴキブリみたいなもんだから死ぬぞ。15、名前、ビップがお送りします。下げ、投稿日、おい1へのレス死ぬぞ。17、名前、ビップがお送りします。投稿日、マジレスすると食べても死なない。ソースは3作った俺。40、名前、ビップがお送りします。投稿日、17へのレス、ゴキブリオツ。42、名前、ビップがお送りします。投稿日、40へのレス、お前はゴキブリのこと言えないよね。20、名前、ビップがお送りします。投稿日、俺ゴキブリじゃねえよ、わらわら。ソニーなんてプスプしか持ってないわ、わらわら。24、名前、ビップがお送りします。投稿日、20へのレス。最近のゴキブリはゲームするんだな。29、名前、ビップがお送りします。投稿日、黒蓋はすげえ甘そうな臭いするよな。32、名前、ビップがお送りします。投稿日、29へのレス。マジで？38、名前、ビップがお送りします。投稿日、32へのレス。マジでアリが寄ってきそうなくらい甘い匂いがするぞ。41、名前、ビップがお送りします。投稿日、38へのレス。ただ最近はゴキが罠を回避するようになってきたらしいぞ。つまり、ゴキ1へのレス、ということだ。30、名前、ビップがお送りします。投稿日、俺ゴキブリじゃねえって、わらわら。宝山団子聞いてねえし、わらわら。19、名前、ビップがお送りします。下げ、投稿日、ブラックキャップにしろ。36、名前、ビップがお送りします。投稿日、ブラックキャップか宝山団子で悩んでたんだけど、マッマが宝山団子を愛用してたからそっちにした。43、名前、ビップがお送りします。投稿日、宝山は10時以上食べるとアラートなるよ。44、名前、ビップがお送りします。投稿日、43へのレス。どこからアラートなるんだよ。11、名前、ビップがお送りします。下げ、投稿日、ちょっとわろた。21、名前、ビップがお送りします。投稿日、ゴキブリがすれ立てる時代。23、名前、ビップがお送りします。投稿日、ゴキブリ進化しすぎだろ。